皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました公明党茨城県本部で幹事長を務めてございます、地元土浦市選出の県議会議員の八嶋勲でございます。本日は憲法の日、憲法記念日を記念しまして、公明党として毎年恒例の街頭演説会をこのように開催をさせていただいております。5月8日からコロナウイルスは第5分類になります。インフルエンザと同等になるわけでございますけれども、コロナウイルスがなくなるわけではございません。ですから公明党としては、さらにコロナウイルスに感染された方に対するまずは病床の準備、ベッドの準備にしっかりと力を尽くしてまいります。そして高齢の方、また基礎疾患のある方についても、やはりこれは今までと同様な対応ができるように行政に対しても訴えてまいりたいな、このように思っている次第でございます。さらに後遺症の問題もございます。コロナに感染された方の後遺症というものは、なかなか他の人、後遺症にならない人、ならなかった人には分かりづらいものがある、倦怠感とか言われてございますけれども、後遺症の問題もしっかりと捉えて、公明党は、国を挙げて、また茨城県としても土浦市としてもしっかりとコロナ対策に総合的に取り組んでまいりたい、このようにお話をさせていただきたいと存じます。まずはコロナのお話をさせていただきました。さて今日は冒頭に申し上げましたように、5月3日憲法記念日でございます。日本国憲法は国民主権、基本的人権の尊重、そして恒久平和という三原則をモットーとしてございます。この三原則はこれからも変わることがございません。この憲法の最も肝である国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義というものを守り抜いていくために、公明党はさらなる活動を展開していくわけでございます。国ではさまざまな動きがございますけれども、原則を変えるということは絶対ないんだということを改めて申し上げたいと存じます。そういう中にあっても、やはり北朝鮮の問題、どうしても実力行使、力を持って現状変更をしようとする、そういう国があることも間違いございません。その中で国民の皆様、国民の茨城県民の土浦市民の皆様の命を、身体を、財産をどのように守っていくのかと、この観点から言えば、やはり防衛力の一定程度の増強というものも必要でありますし、専守防衛に徹していかなければならないというふうに改めて申し上げたいと存じます。日本の防衛体制の基軸は、これは日米同盟でございます。日米同盟の進化というものを図りながら、そして非核三原則に基づく核兵器の廃絶に向けて、公明党としてしっかりと取り組んでいくんだということをまず申し上げたいと存じます。さらに今、人権ということがやはり最大の課題になってございます。人権の課題で新聞市場を賑わせているのは、LGBTQ の皆様に対するものであります。 LGBT の理解促進法というものをどうするのか、差別禁止をどうするのか、これにしっかりと取り組んでいきたいと思っています。私は、3月の茨城県議会の一般質問の壇上でも、この理解促進法についてしっかりと差別禁止文言を入れたものとして成立させるべきだと申し上げ、そして大井川知事からもその同意を得たところでございます。そのような流れ、そのような活動にしっかりと取り組んでまいりたいと思ってございます。さらにこの人権の問題の中では、子どもたちの問題もあろうと思ってございます。今子ども家庭庁ができました。子ども基本法も4月1日にできました。この基本法、そして子ども家庭庁の内実について、中身のあるものにしっかり議論を進めてまいりたいと思ってございます。同様に3月の一般質問におきまして、子どもの幸福度指標というものを作ろうと知事に呼びかけたわけでございます。
どういうことが子どもたちの幸せなのか、何をなすべきなのか、幸福度指標、子ども幸福度指標というものを作りたい、このように申し上げたところでございます。私たちはこの5月3日の憲法記念日をその大きな経過として、三原則はもとより人権、そして平和の問題、中続く核兵器の問題についても取り組んでいく、このようにお話を申し上げたいと存じます。さらにもう一つ、土浦の、JR の土浦駅西口でのお話でございますので、 TX の延伸についてもお話をしたいと存じます。皆様お喜びのことだと思います。特に土浦市民はそうでありますけれども、まだ第三者委員会の知事への答申の状況でございますけれども、 TX の延伸は土浦駅ということが第三者委員会から答申をされたわけでございます。5月1日からパブリックコメントがありますので、この答申に対する県民全体のそのご意見ご要望というのを今受けたまっているところでありますが、6月の第2回定例会の折にはですね、このパブリックコメントに基づきまして、茨城県としてどのような TX 延伸に対して取り組むのか、これが明確になるわけでございます。 TX 延伸というのは JR さんと共存共栄を図っていくということでございます。ここが常磐線と TX の結節点になるわけでございます。これからのサイクリングロードにおける観光事業であれ、また地域開発であれ、全てのものがここからスタートする可能性がございます。 TX だけを言えば総事業費は1400億、このように膨大でございますし、そして費用対効果は BYC と言いますけれども、 BYC は 0.6 という現状、これを 1.0 にしなければならない、こんな課題もあるわけでございますけれども、積極的に TX の土浦延伸についても具体的にどうすればいいかということに取り組んでまいりたい、このように考えているところでございます。公明党の土浦市議団、そして県議会八島勲、そして国会とネットワーク政党の真骨頂を発揮いたしまして、これからも皆様のために誰一人取り残さない政治を邁進してまいりますことを皆様にお訴えさせていただきまして、今日の街頭からの挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。